日本レンガ製造はかつて存在した日本のレンガ製造販売会社である。本社を東京に置き埼玉でレンガ製造工場を創業していた。明治政府は臨時建築局を設置しドイツ人建築家のビルヘルムベックマンとヘルマン・エンデを親とい外国人として日本に招いた。彼らは都市整備のために良質なレンガ並びに それを製造する工場が必要であることを明治政府に進言した。これにより渋沢栄一らによって日本レンガ製造が設立され同工場が埼玉県半沢群城敷面村に建設された。日本レンガ製造はドイツ人技師チーゼを招いて1887年に創業を始めた。日本初の機械式レンガ工場であった。後に 太平洋セメントの子会社となり、2006年、日本連絡製造は、株主総会において、自主廃業を決定、生産された。会社生産に伴い、埼玉県深谷市にあった工場の諸施設は、すでに重要文化財に指定されていた、ホフマン利業、旧事務所、旧変電所などを含めて所有権が、深谷市に移転、同士によって、保存、整備されることとなった。 工場は、利根川の支流小山川に面しており製造された。レンガ川周運により小山川から利根川そして江戸川に入り、東京に至るというルートをとっていたが、輸送力工場を目的として1895年に、日本鉄道の深谷駅から工場までの約 4.2km にわたって、日本初の専用鉄道が敷かれた。 専用鉄道が開業した後の1899年に、周運による輸送が廃止された。運行は1920年12月末時点で3往復が設定されていたしかし、1923年の関東大震災によって、レンガ構造の脆弱性が指摘されたこと、日本レンガ製造が秩父セメントを設立して、セメント製造業に進出したことによって、 レンガの出荷量が減少した。さらに鉄道による貨物輸送の衰退も相まって、専用鉄道は存在意義を失い、1972年から休止扱いとなり、1975年3月に全線の廃止届が提出され、翌年の3月に線路用地が深谷市に譲渡された。赤根通り、深谷市に譲渡された後に線路が撤去され、 歩行者と自転車が通れる遊歩道、赤根通りとなっている。深谷駅から出て、最初に渡る椿橋は、鉄道が営業していた当時は、唐沢川橋梁と称しており、主ュゲに、ウ地プレートガータがそのまま用いられている。福川を渡った先にある、ブリッジパークには、この路線で使用されていた、福川橋梁やその脇に架けられていた福川、火津橋が一区。 保存されている。これらは1987年に福川鉄橋として深谷市指定文化財となった。日本レンガ製造の製造したレンガを使用して建設された主な建築物には以下のものがある。会社級事務所日本レンガ製造の工場並びに関連施設には文化財に指定されているものがある。最終的な本社所在地は 東京都板橋区大三等町2-1、上敷面は、渋沢の記事である千荒井島と同じ半沢栗内、ABCDEFGHI レンガの町、深谷深谷市、2020年1月22日閲覧。AB 国重要文化財日本レンガ製造株式、会社旧レンガ製造施設深谷市教育委員会、障害学習課 ABCDE。 鉄道ファン2021年3月号ナン、no. バー 719P108 地方鉄道及び軌道一覧昭和18年4月1日現在鉄道及び軌道類別表第2編アジア歴史資料センター FC070603550084 から85ページ鉄道ファン2021年3月号ナン、no. バー 719P109 鉄道ファン2021年3月号ナンバー 719P111 ありがとうございます。